11月25日、スノーマン、目黒蓮が、第15回たまれが賞、受賞式に登壇した。表彰式にて、目黒は、映画で共演した今田美桜への思いを語ったという。目黒は今回、映画、私の幸せな結婚と、月の満ち欠けで最優秀新進男優賞を受賞。その舞台上で目黒は、バタコンで共演した今田について、印象として華やかな方なのかなと思っていたのですが、初めてお芝居をした時にキャラクターの悲壮感というか、すごい表現されていてやりやすかったし、僕も役に没頭することができたなと感謝していますと語りました。芸能記者。そんな目黒と今田が共演した、バタコンは今年、恋愛映画として大ヒットし、二人のカップルファンも多く生まれた。それだけにネットでは続編を望む声も相次いでいるが、様々な問題が立ちはだかっているという。フライデーデジタルは11月25日、東宝が旧ジャニーズ所属タレントを起用しない方針を固めたと報じました。目黒が出演した、私の王は東宝配給だったことで、続編に暗雲が垂れ込めているのです。そんな中、旧ジャニーの新事務所へ残留するとも噂される木村拓哉の発言が話題に。11月26日放送のラジオ番組、木村拓哉、フロー、東京 FM の中で、木村は13日の自身の誕生日を振り返り、一番最初に祝福メールを送ってきたのが、スノーマン、目黒だったと明かしました。木村と目黒といえば、2021年放送のドラマ、教場、フジテレビ系で共演。当時、目黒は木村について、芸能界のトップを走られている方なので、お芝居についてどんなことを意識されているのかなど、できる限り聞いて、勉強したいと思っていますと熱く語ったことで、二人は師弟関係にあるとも言われています。それだけに東宝の旧ジャニーズ拒否報道に対し、一部目黒ファンからは、木村くんとの関係もあるし、新事務所とエージェント契約するのかな、対処しないと、バタコンの続編がないなら、厳しい選択を迫られそうと今後の動向に注目が集まっています。前室芸能記者。俳優活動に重きを置く岡田准一。二宮和也、生田斗真は、早々に旧ジャニーズからの独立を発表した。果たして目黒は、どんな道を選ぶのだろうか。スノーマンの宮舘涼太が、自身のインスタグラムを開設した。宮舘は、CLINE の衣装に身を包んだ全身ショットを公開。アニマル柄の毛皮に黒のパンツという、ワイルドながらラグジュアリーさもあるコーディネートに、パーティーを始めようかと書き添え。立ち様らしさ全開でインスタグラムの解説を報告した。メンバーの目黒蓮は、ストーリーズにバラの絵文字と共に、立ち様降臨と投稿し、宮舘のインスタグラム解説を喜んだ。この投稿に宮舘は、目黒ありがとうと返し、早速二人のやりとりが見られた。また、ファンからはインスタグラム解説を喜ぶ声と共に、2024年1月から放送されるドラマ、大奥、フジテレビ系、出演決定を祝福するコメントも多く届いていた。さらに、宮舘はストーリーズにて、今宵、言葉の花を咲かせましょう。とコメントし、本日11月28日夜8時より行われる初のインスタライブも告知。なお、スノーマンのメンバー個人によるインスタグラムの解説は、ラウール、目黒、渡辺翔太に続いて4人目となっている。スノーマンの宮舘涼太が、2024年1月放送スタートのフジテレビ木曜劇場、大奥で、初の連続ドラマレギュラー出演を果たすことが分かった。亀梨和也のライバルとなる役どころを担う。合わせて、初回放送日は1月18日に決定した。フォトギャラリー、大奥で主演を務める小芝風花。小芝風花が主演を務める元作は、様々な人間の思惑、嫉妬、憎悪、悲哀が渦巻く、女の社会の縮図。大奥で、ただ一つの愛を得ようともがく女たちの戦いを描く。2019年に、大奥、シリーズの完結作として放送された、フジテレビ開局60周年特別企画、大奥、最終章、以来約5年ぶりに、より一層進化を遂げた、儚いラブストーリーを紡ぐ。また、フジテレビでは、大奥、花の乱、2005、以来、約20年ぶりに連続ドラマとして制作される。すでに小芝のほか、亀梨和也、西野七瀬、森川葵が出演することが発表されている。時は江戸中期、景気は悪化の一途をたどり、日本国民は質素、倹約、勤労の日々を強いられていた。
庶民は景気を改善し、国と国民を豊かにしてくれる将軍の登場を待ちわびる。そんな中、主人公59道子、小芝は、第10代将軍徳川家知、亀梨との政略結婚を強いられ、京から江戸城本丸にある大奥へ渡ると、将軍に仕える千人近くに及ぶ女性たちがいた。たった一人の天下人の寵愛を受けるべく、女たちの熾烈な戦いの火蓋が切られる。一方、大奥と江戸幕府を混乱の渦に陥れようと、ある人物が陰謀を企てる。宮舘が演じるのは、徳川、田安、宗武の息子で、白河藩藩主の松平定信。自身も徳川将軍家の血を引く家知のいとこであり、道子と家知の婚儀にも顔を見せる。だが、定信は幼い頃に養子に出された過去があり、今も胸の内にある思いを秘め、家知とはライバル関係にある。そして、家知の正室となる道子に対してもある思いを抱えている。宮舘は元作で、夢食堂の料理人、1964東京オリンピック選手村物語、以来、約4年半振り3度目のドラマ出演を果たす。大奥はフジテレビ系で、24年1月18日から毎週木曜の午後10時に放送される、初回は75分スペシャル。宮舘、企画を担当した安永秀樹のコメント、全文は以下の通り。宮舘亮太、松平定信役、元作への出演が決まった時の思いをお聞かせください。これまで数多くの方が出演されてきた歴史ある、大奥という作品に、まさか自分が出演できるなんて考えてもいなかったので、とても嬉しい限りです。連続ドラマに出させていただくのも初めてなので、右も左もわからない状況ではありますが、共演者の皆さんにいろいろ教わりながら、スタッフさんともコミュニケーションをとって、自分の役を全うできたらと思っています。今回は、愛をテーマにした、大奥ですが、台本を読んだ感想は、僕の役は今後どうなっていくんだろうと気になっています。現時点でいただいている台本を読む限りは、いいやつです。笑い。でも、この後から定信にいろいろと変化が起きていくので、自分の中でどうスイッチを入れていこうかなとワクワクしています。ご自身が演じられる役の印象や役作りについて教えてください。定信はとてもクールな印象があります。力強く人を愛する気持ちと、父親を尊敬する気持ち、自分に対する気持ちがあり、どこか独りよがりなところがあるのも定信の特徴かなと思っています。心の中には熱い思いを抱えていながらも、一歩踏み出せないところがあって、ずっとふつふつとしている気持ちを忘れないように演じていきたいなと思っています。最後に放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。これまでとは一味違った、大奥を皆さんに届けられるのではないかなと思っております。僕自身は初めての連ドラになりますので、松平定信を印象深く演じ、少しでも皆さんの目に留めていただけたらいいなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。安永秀樹、企画。宮舘さんのカツラ合わせで実際に曲げをつけていただいた際は、スタッフ一同、武士がタイムスリップしてきたとあまりの似合いすぎにどよめきが起きたほどです。まさに時代劇をやるために宮舘さんは生まれてきたのではないかと思いました。松平定信は徳川吉宗の孫で将軍後継者の有力候補となるほど聡明で、貴公子でエリートでした。宮舘さんのビジュアルはまさにその人物像と重なります。歴史的にも有名な松平定信を宮舘さんがどう演じられるのか、楽しみです。